まんまるポムポムの缶詰のおにーということで、今日もキャンプに来ていてキャンプ飯を作るんですけども、手軽おいしいの王様、缶詰のアレンジレシピを今日やっていきたいと思います。今日はメジャー級缶詰、焼き鳥缶、タレ、水、卵開封用意、開封。うー、これだけでも美味しいんですけども、一手間加えていつもと雰囲気を変えたいと思います。はい、ペットボトル、黄身だけを取り出したいので吸います。おお、白身はね、また別の料理で使っていきたいと思います。よっしゃよっしゃよっしゃ、はいはいはい、よっしゃよっしゃ、はい、できた、なんとか復活。とにかく私、鳥貴族が大好きなんですよ。あんなに美味しくて、あんなに安くて、鳥貴族がもしも社長がもうやめろこの会社って言わはったとしたら、私がもう引き継ぎますっていうぐらいめっちゃ鳥貴族好きで、鳥貴族の中でも特に好きなメニューは山芋のとろろ焼き、めっちゃくちゃ好きなんですよ。いただきます。できた、美味しそう。マイルド、うん、すごい濃厚になった。あー、これ七味絶対入れた方がいい、すごい七味が合う。うわ、めっちゃ美味しい。ま、濃厚、鶏 100匹、鶏100羽。うわ、うまい。よくつくねのね、卵黄身だけとかはあるけど、焼き鳥缶にもやっぱり合います。黄身が固まっちゃったけど、固まる前の方がいいかも。うわ、おいしい。体に塗りたくりたい味。このご家庭の親子もほんといい親子、また違ったあの親子の愛を感じられるメニューになったと思います。皆さんもやってみてください。以上、最後まで見てくれてありがとく大型ジャンプ。Facebook、インスタ、Twitter もやってますのでフォローお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。好評発売中。